上がりすぎているのが問題なので下に引き下げていきます。下か足の方向ですね。みぞおちに指を入れてまず止まるところまで押します。で押したら今度足方向に動かします。もう最初の硬さとやっていた時の硬さを確認しながらやっていきます。こんな感じで胃を引き下げていきます。みぞおちとへその中間のところが幽門部、そこからまっすぐ横に行ったところ、ここが D1 というところです。でここから曲がって D2 で D3D4 と行くんですけど、この D1 はこの曲がり角のところまでですね。これがちょうど鎖骨の中間から下ったところ、ここが D2 のところです。下に行くところですね。でここからまた曲がります。この曲がったところはだいたいへその上ぐらい行くんです。ここですね。でここから今度は手前に来て小腸に行くんですけど、この曲がってくるところ、これが D4 です。ちょうどへそから2本指行って、そして2本上行ったところに D4 のところが空調局ですね。ここは空調局があります。幽門とオッディと空調局、ここはもう丁寧にやってってください。そこだけ緊張したままだと胃の内容物も運べないし、十二指腸の内容物もここでストップされてしまうので、なので、まあ、悪化する原因になってしまうので、しっかりとやってってください。指をまっすぐにして入れて捉えて剥がしていきます。で人によってはこれ結構痛いんですよ。なので痛すぎない程度にやっていきます。で入れるのは止まるとこまで入れていきます。入れて動かす、入れて動かす。